電鉄京王線の駅である。京王西館区所属。駅番号は、5 27。駅前には、京王電鉄の本社ビルが所在する。駅開設当時の、赤道は、駅所在地の地名から。現在の、静石桜ヶ丘は、駅周辺が桜の名所であることに由来する地名、桜ヶ丘と、明治天皇のお借り場が、 連行時付近にあったことに由来する、成績を合わせたものである。当駅は分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。相対式ホーム2面2線を有する高架駅であり、京王ライナーを含むすべての定期営業列車が、停車する。京王線、新宿京王八王子間の、特急運行開始時からの特急停車駅でもある。 ホームの幅は広く取られているが、駅がカーブの中に位置するため、下りホームでは、電車とホームとの間が広く開いている箇所がある。ホームは2階に、改札口及び、駅事務室は1階にある。中2階のコンコースが、各ホームと両改札とを結んでいる。エスカレーターは、上りのみ、エレベーターはコンコース階で乗り継ぐことによって、ホームに行けるようになっている。 トイレは西口側改札内にある。各ホーム中央に京王成績桜ヶ丘ショッピングセンターに直結している出口があり、4階 AB 間連絡ブリッジに設けている出口、専用改札口へ通じる上りエスカレーターのみが設置されている。誤ってこのエスカレーターで改札口まで上ってしまうとホームに戻れなくなるので注意が必要である。 ホームの発射表は、京王線の駅としては最後まで反転フラップ式が使用されていたが、2005年11月に LED 式に更新された。2012年4月8日、初殿より当駅周辺を舞台とする、スタジオジブリのアニメ映画、耳をすませばの主題歌、カントリーロードをオルゴール調にアレンジした、接近メロディの使用を開始した。 流れるメロディは一番線ホームと二番線ホームとで異なる。2020年度の1日平均上行辞任は47,521人である。ここ数年はやや減少傾向にあり、特急通過駅の千歳から須山駅や準特急、急行通過駅の千川駅よりも少ない。近年の1日平均上行辞任を呼び、乗車辞任の推移は可表の通りである。 東駅周辺は、成石桜ヶ丘地区として、東京都の一般拠点地区に位置づけられている。駅北東の京王電鉄本社をはじめ、東駅周辺には、京王グループ各社の本社が多く所在するほか、京王成石桜ヶ丘ショッピングセンターを中心とした商業施設や飲食店街が発達している。バスターミナルは、 駅北側の京王百貨店建屋の吹き抜けになっている1階部分に設置されており、京王電鉄バスなどの多数のバス路線のハブとして機能している。また成績桜ヶ丘ショッピングセンター A 館1階には、京王電鉄バスの案内所が設けられている。立体駐車場も設置されており、線路南側の東京都道41号稲城日野線から出入りすることができる。 当駅の南側から長山駅の北側にかけては当時の京王帝都電鉄の田園都市建設部によって開発された大規模な住宅地が広がっている。同住宅地は多摩川に面した定地に位置する当駅から坂を登った多摩急陵北端にあるため眺望良好な宅地が多い。当駅は多摩市の北部にあり多摩市の南部には 多摩ニュータウンが造成されているが、1974年に、京王相模原線が、京王多摩センター駅へ延伸されるまで、当時の京王帝都電鉄では、多摩ニュータウンへの唯一のアクセス駅となっていた。戦前には、未成線に終わった南津電気鉄道が、市宮付近に駅を設置し、吉木、愛原を経て、相模川尻に至る路線を計画していた。 京王相模原線の建設に際してはそうした経緯もあり、当初は当駅から多摩ニュータウン方面へ直通するルートも検討されていた。しかしニュータウン全域をカバーできないことや、将来的に長府当駅間の輸送需要が増大した場合に複々線化の用地買収が困難であるなど、様々な理由から却下されている。 京王成石桜ヶ丘ショッピングセンター B 館1階にバスターミナルは位置している。長山駅まで京王相模原線、小田急多摩線が開業する以前は多摩ニュータウンの唯一の入り口として機能し、成石桜ヶ丘駅から多摩ニュータウンへのバスが運行された。現在でも長山、豊かが、丘、多摩センター方面に数多くの路線が運行されている。 市ミニバスは、成石桜ヶ丘駅には乗り入れないが、日野市ミニバスの2路線が東駅と高畑不動駅を結んでいる。耳をすませばによる町おこしについては、成石桜ヶ丘、耳をすませばによる町おこし、蒸気以外の作品については、成石桜ヶ丘その他のコンテンツを参照。ありがとうございます。